ありがとう。よし、その通り。長らくお待たせいたしました。じゃあ始めますよ。はい、ありがとうございます。ただいまから、話を始めます。ですね、この前浜松で公演をやりまして、それが私の最後の公演ということになってます。それで心が千分の一軽くなる話ということで、本が出たんですけど、その本にもこの公演が最後ですよって書いてあります。最後の公演というのを取り消します。今日もみっちゃん先生のパーティーだから話してくれますよねって言うから、いいよって言いますよね。そしたら、何分話すのって言ったらね、1時間。それで主役のみっちゃん先生はって言ったら、2分ですって。いえねえ、うちの人たちはね、講演会やらないって言うと話してくださいって言うんですよ。で、今日は講演会じゃありませんから。でこの手で何回も何回もやられちゃってね、でどうせ引っかかっちゃうんだから、もうこれが最後はもうやめよう。それからこうやってなんか喋ったりすると、これもこう本になったりするんで、できたら講演もするし、時々本も出しましょうっていう、ことです。私ね、テレビ出ないんだけど、それでも時々こういうところで知ってる、今日ひとりさんですよねとか、パーティー会場で、でこの前東北の方でね、パーティーがあって、で前の、要するに座って前のステージの方を見てたのね。そしたら後ろからなんか妙な殺気がするから、なんだろうってこと、後ろ振り返ったらね、後ろで正座して私のことずっと拝んでる人がいたの。本当だよ。それで目と目があったの、その人と。だからびっくりするじゃない。でこっちがびっくりしてんのに、相手の人が一言お言葉をって言ったの。本当に、あきんどにそんなこと言ったって、いらっしゃいませとか、毎度ありがとうございます言えないじゃない。ねえ、いらっしゃいませとか言っちゃうじゃない。結構大変なんですよ。それでね、テレビ出ないから、どこをうろうろしてても平気なんだけど、中には出ないと、なんていうんだよ、ひとりさんって頭がツルツルで、いつも笑ってる人ですよねと。それ七福神の布袋様じゃないのとか思うんだけど、いろんなこうお手紙いただくんだけどね、結構ね、たまに女性から来ると嬉しいんだけど、なんか俺のこと布袋様みたく思ってるのかなって。いや、それはいいんですけどね、理想の姿ですから。それで自分はいい男だと思ってるんです。ありがとうございます。それで
あの冬のソナタのヨン様って言いますよね。あれの上行って私ゴ様って言われてるんですよ、ね。その点を分かってねもらわないと、冗談ですよ。あのこのテープ聞くと本当にいい男なんですねと思っちゃう人いるからね、嘘ですよ。今日はあの珍しく真面目な話をします。本当に珍しいです。でまたあんまり真面目な話って評判良くないんですけど、1番2番3番4番5番6番7番まであります。でこの話はね100回聞くと分かるというものすごい簡単な話です。90回ぐらいで分かんなくても落ち込んじゃダメですよ。100回で分かるという、非常に簡単な話です。でこの前あの、ついてる神社にお電話いただきまして、わざわざですよ、地方からお電話いただいて、なんで100回って言うんですか、聞きづらいから100回って言わないでくださいと。一応ね、東京の下町の人はね言えないんです。おかしいな、本当に言えないんです。で言えないんじゃなくて同じに聞こえるんです、私たちには。だしとしって言ってるのが何だかよくわからないんだけど、江戸っ子は大体そんなもんなんです。だから聞きづらいでしょうけど、我慢して聞いてくださいね。100回ですからね。まずはですね、困ったことは起こらないんだっていうことの話なんですね。私が困ったことは起こらないんだよって言った時、そんなことはないって言った人が随分いるんだけど、本当に困ったことって起きないんです。それでたまに困ってる人がいるんですけど、それは困ってるんじゃないんです。学んでるんです。人間というのは本当に困んないと学ばないんです。だからあなたたちみんなに親がいると、親はね子供に困らせたくないから、これも覚えなさいあれも覚えなさいって言うけど、本当は困ってから学んでも遅くないんです。で人は個性がいっぱいあるから何に困るかわからない。だから困ってから、例えば落ちぶれた時に初めてお金のありがたみがわかるんです。それまではお金のありがありありありあいやいや下が戻っちゃった。お金のありがたみをいくらね親が教えてもわからないんです。だから、お金より友情のが大切だとかって言う人いるんだけど、別にお金があったって友情はできるんだよね。私も学校の先生がね、斉藤お前英語ぐらいできないと困るぞって言ったけど、私未だに困ってないから英語は勉強しないんです。ただ外人の彼女でもできたら、それはまた人間困ればね、話が通じなければ困るから何か勉強しますよね。だから人間というのは困ってるって思うと相手がかわいそうですから、あ、この人は今一生懸命学んでるんだなってそういうふうに見てあげてほしいんです。それで、まあ、この話はちょっと過激な話なんだけど、よくあのなんていうのかな、家庭内暴力というか親を引っ張られちゃうような子供がいるんだけど、大概そういう人に聞くと、あの子はちっちゃい時あのアトピーだったのよとか喘息だったのよとかって言うけど、
喘息だったら親のことを引っ叩いていいんですかってことになっちゃうんだよね。いいわけがないんだよね。それなのにあの子はアトピーだったからとか言って平気で殴られてる人っていうのはそんなに辛くないんです。で本当に辛かったら出てっちゃうんです。で出てっちゃえば本当はいいんです。出てっちゃうと子供だってご飯食べさせてもらってイエス回してもらってね、親いなくなっちゃったらご飯食わしてくれる人いないし、ぶん殴る相手だっていないでしょ。でムカつくからって隣のおじさんとかね、お母さん殴ると逮捕されちゃうんですよ。でそんな当たり前のことがわかる。やっぱし人間ってのは学ばなきゃしょうがないんだよねっていうことなの。だからお金に困ってる人見たら今お金のことを学んでるんだっていうふうに取ってもらいたいなっていう話なのね。でこれは1の話の半分だからね。で1の話の残り半分、これは何ですかって言った時、このことだけみんな覚えておいたら、もしこのことを世界中が分かったら世界中が平和になっちゃう。それは何ですかって言ったら、自分はどうも人間関係うまくいってないな、それから健康もいまいちだなっていう人がいたら、どこかで人の機嫌を取ってませんかって。いいですか、私の隣に機嫌の悪い人がいます。そうするとどうしたの、何かあったの、機嫌取っちゃダメですよ。あちらはあちらの都合で機嫌が悪いんです。こちらはこちらの都合で機嫌がいいんです。わかりますか、隣がどんなにブスッとしてても自分の機嫌を取るんです。で自分だけニコニコしてるんです。わかりますか、で機嫌の悪いやつは悪なんです。で正しい人が悪に合わしちゃいけないんです。あくまでも自分が幸せだねとかハッピーだねとかついてるね、だいつもついてるって言ってなって、ついてるとは自分の気持ちをハッピーにすること、もう英語が多くて聞きづらいと思うんだけど気持ちをハッピーにする言葉なんですよね。それを相手の機嫌を取るといつまでも機嫌が治らないと自分まで機嫌が悪くなってくる。わかりますか、自分の機嫌も取れないようなやつはろくなもんじゃないんです。それを我々は特にこう精神的なね勉強の好きなような人ってついつい相手の機嫌取ってあげちゃうの。だけど機嫌が悪いなんていうのはね、嵐と同じ一過性なの。嵐なんか何歩吹いたからって日本が飛ばされたとか月がなくなったとかそんなないの。ほっときゃいいので、いつもニコニコしてるの。いやーなんか家行くと女房の具合が悪くてさ、女房は女房の都合で具合が悪いのね。お前は元気で具合悪くしてろよ俺は明るく頑張るからな、はあ、常に機嫌のいい人がこの世の中をリードして、そうするとあくまでも自分の機嫌を崩さないと周りがこっちに合わせてくるんです。だから正しい方が悪に合わせちゃいけないの。分かった、人の機嫌を取るんじゃないよ、自分の機嫌を取るの、はい。もうねブスッとしてる、もう如実にこう顔に何か嫌なことあった顔にすぐ表すやつがいるの。相手の都合だからね
どうでもいいの。10日でも20日でもブスッとしてればいい。こっちはね、ずっとこっちの都合でニコニコしてる、ね、だからそのためについてるついてるとかっていう言葉を言わないとダメなの。でね、生じゃなんつうの、同情してね、ちょっとこう構ってあげるとね、なんつうの、抱き癖のついた子供と同じで、大人になってもね、ブスッとすれば構ってくれると思ってんの。でそういうのが会社で一番下で働いてりゃいいんだよ。それが間違って出世しちゃったりね、もう社長なんかになっちゃった人にはね、どのぐらい人が迷惑すっか分かんないからね。分かったかい。だから社長が機嫌が悪かろうが、部長が機嫌が悪かろうが、自分だけはニコニコしてるんだよ。で自分の機嫌を取るので、戦争を起こす人、人殺しする人、機嫌のいい人一人もいないんだよ。おおよそで犯罪を犯す人でも何でもみんなそうなの。イライラしてんの。でね、自分で自分の機嫌も取れないようなやつは失格ですね。ということで、みんな自分がついてるついてるって、あ、そういう意味なんだ。 OK ですね。でここまでの話は、ついてるって本に入れてあるのね。で続きがあるの。もう聞かなきゃよかったっていうぐらいいい話で。それがですね、出し切るという話なの。だからこう、この人いい能力あるのになんでもっと伸びないんだろう、もっとこの人絶対出世するはずなのになって、それでもいまいちの人がいっぱいいるので、そういう人の特徴は出し切ってないの。自分の能力を出し切ってないんです。畑の話っていうのがあってね、畑がこう一生懸命畑耕すと、体力のある人は自分はもう300坪ぐらい耕しちゃうんだ。でも体力のない人っていうのは1日こう50坪ぐらいしか耕せない人もいるんですよ。そうするとこの300坪耕せる人っていうのは周りを見てて200坪ぐらいでもいいかなと思ってこうサボり出すんだね。と一生懸命一生懸命こう50坪耕してる人っていうのはやがて体力もつくんです。それでなぜかいいことが連続して起きる。そう、300坪耕せる能力があるのに200坪しか耕さないような人っていうのはなぜか不運に見舞われるの。そうすると、俺は200坪耕してて、あいつは50坪しか耕せないのになんであいつにばっかりいいこと起きるのって言うんだよね。だからこの世の中不公平で神も仏もないって言うけど、神も仏もいるからお前がサボってることが分かるんだ。神様じゃなきゃおめえが偉くなるよね。だけど上から見てる人は全力を尽くしてる人と尽くしてない人が分かるの。本田宗一郎さんって本田作ったね、あの人鍛冶屋さんだったんだけどね、ハンマーを朝から晩まで振ってて、ハンマーのだよ、柄の方は削れたけど手が削れたっていうことはないの。手は丈夫になって厚くなってきた。それでタコだらけで、タコだらけなんだけど、精密機械のノギスで測って、ノギスで測れないぐらいまで手でフッと分かっちゃう。人間の手ってすごいの。だから一生懸命出し切るんだよ。それから知恵もあるでしょ。知恵もどうしたら分かってくれるか、出し切るの。
だ会社なんかで一生懸命自分で覚えたことは部下でも周りの人でも一生懸命本当は教えればいいので、一生懸命一生懸命出し切ってる人には次から次って知恵がもらえるの。人間のついてるものね、ついてるって手でも足でもさ、頭もそうだよ、一生懸命使うと回転良くなるの。よくあの人頭良かったんだけど途中で頭おかしくなっちゃったとかってしているけど、嘘だよ、じゃあ俺その人何発明したんですかって。それだったらあれでしょ、アインシュタインだってさね、湯川博士だかなんか忘れちゃったけど、みんな頭使った人これになっちゃうよ。使わないからおかしくなっちゃうの。だから頭でもそう、アイデアでもで使って出たものを惜しんじゃダメなの。一生懸命一生懸命教え合おうね。だからうちの10人のお弟子さんって、お弟子さんだって俺が喫茶店にいたら隣に座ってた人とか だいたいそういう人だったの。でもそういう人がみんなお弟子さんになった時、お互いにいいアイデアが出たら教え合おうよって、教え合えば10人集まれば10人力だよねって。だから惜しみなく出し切ろうよと。本当に、この前の浜松の講演会は私ね、一応タダですからね、今日もタダですよ、タダでも ありがとう、ただでもね、出し切ってんです。この前あのついてるって本あるでしょ、あの本も CD つけてくださいって言ったら700円だからつけられないって言ったの。そしたら俺が印税いらないからつけてくださいって言ったら、本当にいらないんですかって、いらないって言ったの。誰かが喜んでくれれば生きていけるし食べていけるんだよね。だからいいのそのことはね。でもみんな些細なアイデアを出し惜しみするのやめな。いい加減古くなってからもう腐りかけたようなアイデア、これ使うとか、腐ったもん配られたら人が迷惑するからね。出し切るの話はこれで終わりじゃんだよね。3番目ね、徳を積むって話があるの。でこの話はね相当変な話ですから、信じる必要なし、あこんなこと言ってんのか、人間にはね必要なものが3つあるの。体に栄養、頭に知識で、ハートに徳というものがいる。で徳って損得の徳じゃないよ、人徳の徳、あの人人徳があるわねっていう人の徳の話なの。でこの徳というのがいるんだけど、徳って何ですかって話になっちゃって、昔の年寄りやなんかはあの人人徳があるねとかって言ったんだけど、今亡くなってきちゃったんだけどね、徳って何ですかって言ったら、人の心が軽くなること、それから人の心が明るくなること、こういうことをする人が徳があるって。わかるかな。だからいつも暗そうな顔してる人いるでしょ。で、あれだけで罪なんですよ。だって顔見てるだけで暗くなっちゃうんだよね。本当なんだよ。それといつもニコニコしてる人だと、その人がいるだけで幸せになっちゃうでしょ。だから自分の顔がニコニコしてられるか、それから話すとこう気がこう軽くなっちゃう人で、そういう人は人の話して気持ちが明るくなって、ね、軽くなるようなことをしてれば、その人って人徳がどん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 ついてくるの。
だから笑顔でいなさいよっていうのは、笑顔でいると人徳が全然違う。それでね、人徳のある人っていいことばっかし起きるの。それでね、暗そうな顔してて重そうな顔をしてる人がいるんだよね。それでそういう人に限って方位でこっち行かねえ方がいい、あっち行かねえ方がいいって言うけど、あんたが悪いんだよ。あんたの行くとこに悪いことが起きる。西行こうが東行こうがあんたが行くんだよね。だからもっとこう人が喜ぶような話、人が明るくなるような話、人が暗くなっちゃうような顔をしてちゃダメなの。あの人生相談でもさ、なんかこの前テレビでした占いでも何でもそうなんだけど、聞いてる人が暗くなっちゃうような占いしてるやついるけど、やめた方がいいよ。あれ聞いてる不愉快だよね。不愉快しちゃうから、かわいそう。だって相談しに来た時より重くなっちゃうんだもんね。気持ちが明るくなりたいから来てんだよね。10巻目の重荷が20巻目、何巻目とか今言わないんだよね。ね、それでね、徳のないやつっているの。金持ちになるとえばっちゃったり、家に金があるからって働かねえでダラダラしてたりとかね。そういう人間って、あの君ちはお金があるからいいのよって言うけど、お金があっても絶対逃げられないような悪いことがなぜか来る。別に信じなくてもいいよ、信じなくてもいいけど、世の中には徳ってもんがあるんだって言ってると、本当にそういう目で見ると分かる。で最近ね、お弟子さん10人なんだけど、少しお弟子さん取るよっていうことにして、それで社会聞くと俺のお弟子さんになれるっていうテープを配ってるの。でそれはね、つまんなそうに喋ってんの。つまんなそうに喋ってる。もうやっぱりこう、やっぱり試験だからさ試験だからやっぱり半分ぐらい100回聞けないと落語しなきゃいけないなと思って、いやいい話なんだけどね。それで一応斎藤塾入るとね、月謝ただだからね、入会金もただ、ただよくほら、ただより高いものはないとかって言うけど、それ後でお金取られるんだよね。だからで俺のは本当にただなんだから、ただなんだよ。それでただより、ありがとうございます。ただより高いものはないって本当の意味を教えてあげるね。意外。ところでその2つついてる目はおいくらで買ったんですか。ただですよね。ところでその2つついてる耳はいくらでお買いになりましたって言った時、ただだよね。ところでその耳、俺30万出すから今切っていいって言ったら、ちょっとやだよね。ってことは100万でもこの耳切られちゃうと嫌だと思うものを神様はタダでつけてくれてる。だからタダのもの、例えばさ、空気、お勘定払ってないじゃないだけどこれ貴重品なんだよ。雨だってタダで降ってくるでしょ。本当にお水なくなったら困るんだよ。鼻だってそうだよ、なくなっちゃうと眼鏡がずれる程度の問題じゃないんだからね。そういう俺たちは本当の貴重心、頭でも何でもそうだよ、ただでいただいてんの。で命だってそうなんだよ、ね、だからただより高いものはないって本当の意味はそっちなんだよね。インチキ商法みたいに引っかかっちゃって、最初になんか配ってて後で取られるとかっていう、そういう話じゃないからね。
それで、話がごちゃごちゃになっちゃって、わからなくなっちゃった。そのうち徳がある顔だなとかない顔だなってわかるようになったかも。面白いよ。この顔は徳がある。この顔はない。この前ものすごい徳のない顔したやつに会ったの。珍しいな、写真撮ってきて配りたいなと思ったぐらい徳のない顔してんの、うん、そしたらね、なんか仕事もうまくいくからおかしいなと思ったら、奥さんがすっごくいい顔してる、徳のある顔してんのね。え、大事にした方がいいよね、ああいう人を含め。それでね、何時から始めたんだっけ。いや1時間でやめないと。あ、いや OK ですよ。はい、わかりました。ですね、3番目の徳の話っていうのがあって、今から4番目の魂力って話が、このね、人間には魂力って力があるね、信じなくてもいいよ、ね、勝手に言ってるだけだからね、魂力っていうのはでね、同じ魂の次元だと、いい学校出たとか持ってるバッグがいいとか乗ってる車がいいとかっていうことで差がつくの。ところが魂力が上がってきちゃうと、自分の機嫌をちゃんと自分で取って、人に惜しみなくね、ものを教えたり出し切って、徳を積んでるような人って魂力が上がってきちゃう。ふと上から下までね、もうブランドもんで決めてきても、白衣姿で出てきたマザー・テレサに勝てないの。魂力が違っちゃう。私はね、世界中のこうやってグルメ食べましたとか、食べちゃいけないんじゃないんだよ、ブランドも持っちゃいけないんじゃないんだよ、一緒に魂の勉強もしようって言ってるだけな。世界中のお料理を食べましたって言ってるより、アジの白木でも感謝して食べてる人間の方が魂力が上なの。アジの白木だって取ってくんの大変なの。白木で泳いでたんじゃないんだよ。取ってから白木にしたんだからね、手間暇かかってんだよ。それをこんなくだらないもんとかって言うから、魂力がなくなってきちゃうの。それでおしんこがあって、おしんこだって大変なんだ。いきなりおしんこで出てきたんじゃないんだよ。あれ、種まいておしんこにして、お米だってそうだよ。お米作るって大変なんだよ。で、そういうことを分かってる人って魂力が上がってくるの。そうすると凄みがある。魂の凄みっていうのがね。だから物を感謝して食べるんだよ。感謝して食べればいつでも幸せなの。ひとりさん、いつも何してるんですかって、ほとんどドライブすると畑とか田んぼずっと見てて、面白いですかって、面白いの。もうね、田植えの前は水なんか張ってあるとね、ベトナムみたいなの。本当なんだよ、ここベトナムみたいだな。それが田植えが終わるとね、一面芝生に変わるの。それがちょっと伸びてきて風が吹くとね、バーッとね、風で揺れてる姿ってね。で、そこでまた一生懸命働いてる人がいるの。この人たちが俺たちのご飯作ってくれんだなと思うとね、感激だよ、本当に。この前わけのわかんない話聞いて、本当かどうか、熊の手っていうのは左手は蜜をこう取るからすごく蜜が染み込んでて高いんだとか言うけど、本当に本当に左手で取るのかなとかね。ね、会ったことないから分かんないけど、右手と左手で味が違うんですけど、こ
うやってやったからってこう染み込むのかなとかさ思うじゃない。もう一度俺たちだって手をこうやってやったらさ、こっちの手が染み込んじゃって甘くなっちゃうのかなとかさ、ねえ、わけわかんない話多いんだけど、私の話もわけわかんないからね。それでね、徳を積んでくると会社で一番下で働いてる人で社長より幸せな人っていっぱいいるの。本当なんだよ。あのね、郵便配達の人でね、郵政大臣より幸せな人っているんだよ。だから人間ってね、あのお金持ちにならなきゃ幸せになれない、それから社長にならなきゃ幸せになれないってのは嘘だよ。だって俺社長の前からずっと幸せだったもん。だから別にそんなの関係ないよ。だから自分たちもそんな魂力を上げるのに何かやったら幸せだねっていう。でこのテープもなんかよくわかんないけど100回聞くとわかる。100回聞くとわかるからね。それで魂力の話までしたでしょ。で今日はサービスで曼荼羅の話っていうのがね、珍しいでしょ、ね、この前ねエンジェルちゃんから曼荼羅いただいて曼荼羅の話をちょっとしたらね、またやってまたやってって、だテープに入れないとずっとやらされるなと思ってるから曼荼羅ってね、だん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 こうこう円の中に最後に大日如来っていうルシャナ仏っていうのがいる。曼荼羅っていうのがね、で絵のこう一番周りなんか見るとね、人間が人間を食べてる。で人間の魂が成長してくる過程、あれ何ですかというと、ピラミッドを真上から見たと思えばいい。そうするとあ、こういうふうに上がってってんのか。ピラミッドを真上から見ると平らに見えるじゃない。そういうもんだと思っててね。それで今ね、困ったことは起こらないんだよ、それから自分の機嫌は自分で取るんだよ。今度あのね、曼荼羅のよく見ると4箇所に門がついてる。でこの門が閉まっちゃってると明かりが入らないから無明の世界、闇の世なんだよ心がね。そうすると第一の門を開けるためには何でも困っちゃう困っちゃうと思ってるから門が閉じちゃうの。それから人の機嫌を取るんじゃなくて自分の機嫌を取れば第一の門が開くの。わかりますか、ね、それから出し切る、自分の能力を出し切るんだ、自分の持ってるものを惜しみなく出し切るんだ。惜しみなく出し切るってお金とか出しちゃダメだよ。みんな自分が困っちゃダメなんだよ。困ってる人を助けようって人が困っちゃっちゃダメなんだからね。わかりますね。第二の門が出し切るという門なのね。で第三の門、これが徳を積む。人徳の人のことを明るくしてあげる。徳を積むなんて言うと大変なように思うけど、いつもニコニコ笑ってるか、人が明るくなるようなことをしてればいいの。それで三つ目が開くので、四つ目の門が何ですかって言った時、魂力、この魂力をつけるんだ。魂力で勝負しようってならいいけど、物で勝負しようだとかね、俺は社長で偉いんだからってそういうので勝負しようとか、そういうことはやめた方がいいよ。でこの4つの門が
悪と魂って勝手に成長する。だから魂を成長するためとか悟りを開くために何かする必要ない。そのまず門を開けな。たったこれだけなので、たったこれだけで人生も違っちゃうし、自分に起きる現象も違っちゃうの。本当についてるって言葉は最初の一言なんだけど、ついてないと思ってる人って暗い、うん、で暗いだけで失格。あ、本当だよ。だって明るくないとさ、しょうがないもんね。それでカルマの話ね、人間ってみんな因果ってあるでしょ。で因果って何ですかって言ったら、因果って、オレンジがあってそれを絞ったからジュースになったと、まあ、こういう話だよね。大した話じゃないんだよ。因果って怖い話じゃないんだよ。原因と結果っていう話だからね。だから原因がないで結果が出るわけないんだからね。で何ですかって言った時、悪い行いをして出てくる結果をカルマと。でいいことをするじゃない、みんなにいいことをして出てくるのがダルマっていうね。だからこうやっていいことしようなと思っても、自分はいいことするつもりだけど失敗しちゃうこともあるじゃない。ダルマさんってすぐ起き上がるでしょ。自分の言い方ちょっとここ勉強しようなとかね、ちょっとこの言い方変えようとかっつってすぐ起き上がるの。それで起き上がってみんなにまた挑戦する。わかりますか、ね、だからダルマさんのようにコロッと何回も倒れても、100回倒れたら100回起き上がるので、そんな気持ちでみんなで人を傷つけるようなことをやめようよって言ってるだけなんだよ。よくいろんな、よくやれ悟りだなんだいろんなこと言うけど、本当はさ、目の前にいる人に愛情のあることしかできないんだよ、ね、悟んなくてもいいからやろうね。もう悟るの待ってたらあとどのぐらいかかるか分かんないから、悟んなくてもいいから自分の機嫌は自分で取ろう、ね、で隣の人機嫌悪くても絶対自分は機嫌よくしてよ、うん、ねえ、ひとりさんはなんでこんな話したりするんですかって言うけど、この前もね、こういう話しててテープタダで配ってあげなって配るとね、ひとりさんは何をやろうとしてるんですかとかで、最後に俺は宗教団体でも作ると思ってる人いるんだけど、それはしないの、そういうこと本当なんだよ。で本当にこの人はそういうことをする気がないんだ、ただやりたいんだ。ついてる神社だってそうなの、あれ赤字なんだから俺本当だよね。なんであんなことやってんですかって言うけど、私にとってキャバレー行くよりついてる神社でみんなが来て喜んでるよって言った方がいいからだけなの。人間って趣味ってあるんじゃないね。それでもこういう精神的なことやってずっと疑られるので、私の疑りが晴れるのは私が死んだ時で、死ぬまでずっと何もしなければ本当にしなかったってわかるよ。みんなね、覚えておくといいことがあるよ。人から何かもらったらありがとうって言うんだよ。その時、例えばお菓子のカールとかってのあるよね、まあ、はいくれくれるよったらありがとうな、私カール食べませんとか言っちゃダメなんだよ。あのね、人が物をくれた時に心から喜ばないと恨まれる。
で、このカールの話はこのお寿司屋さんがしてた。いや後輩やなんかに、お前これ食えよとかって親切に渡してて、いや僕いりませんとかって言うと、こいついじめてやろうって決意するらしいんだな。いやまあそういうことは吉野とは言ったけど、でも人間ってそんなもんなの。だから人様がくれるっつったらありがとうって言うの。中にはもう絶対いらないなっつもんもあるんだけど、でもありがとうって修行なの。この前はね、私ねすごいもんもらったの。あの恵美子さんが帯広に観音様をね、本当にでかい観音様建ててすごいんですけど、それの観音様にね、ひとりさん観音って名前つけてくれたの。で俺もありがとうって言ったんだけど、ちょっと考えて、生きてるうちから拝まれたらさ、やだ、やでしょ本当に。それついてる観音とかならないのったら、もう看板作っちゃったからならないとか言われて、そうなのとかって言うけど、もう俺も死んだと思えばいいんだから。ね、いろんなことがあります。今日の話は100回聞いてください。で100回聞くといい話だな。もう50回じゃダメです。100回聞いてください。そしたら、ああこういうことなのか、だからひとりさんいつも幸せそうなんだ、何見てても幸せなんだ、何食べてても幸せなんだ、そしたらこんなにいい集まが仲間ができて、その仲間の今日はみっちゃん先生の出版記念パーティーに全国からこんなに大勢来てくれて本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。ひとりさん、素晴らしいお話ありがとうございました。恥ずかしいからやめましょう。